てきたよ幻感異空間落合陽平の10万ボルト TV。 お疲れ様です。お疲れ様でございます。いや来ましたよ、ついに幻博覧会に、やってまいりました。館長とご挨拶させていただいたんですけども、名刺いただきましてこちらですこれセイラちゃんでございます。聞いたら東京ドーム1個分ぐらいの広さがあるらしくて、はいはいはい、相当ヤバいらしいです。怯えみたいなのもあるよねもう怖いでしょ、悪夢みたいなこの後皆さんが見る映像は日本初のものいっぱいあります。覚悟してみてください。それじゃあ行きましょう、レッツゴー。本当に何があるか分かんないんで怖いけど、ちょっと楽しみましょう。はい、はい、いやもう怖い、なんか怖いな、早速ね、なんかすごいのよ。いやこれですよ、うわ怖っめっちゃびっくりした。桃太郎の仲直り神社みたいな。なるほど。あ、鬼と桃太郎なんだこれ。へえ、仲直りするってっていうことなのかな。あ、すいません落合さん、あの左の方は何をされてるんでしょう逆立ってますね。逆立ち金太郎って書いてます時には逆立ちの練習をしたという記録はないんだけど、頭ないっすね。頭ないっすね、まあ、腕から先もないんで。あ、まあ、埋まってるんでしょうね。美少女神社、美少女神社っていうのこれ、そう、ネットに載っててすごい楽しみだったのよ。ちなみにあのさっき館長にお話を伺ったら、オリジナルで自分で作ったものは1個もないそうです。要はもともと日本中のどこかにあったものを買い取ったりとか、あの譲り受けたりして、それを飾られてるそうなんで、もともとどこかにはあったものなんです。ここまだ全然入り口ですからね、まあ、なんならまだあの入場料払ってないので、まだ受付はしてません。はい、ということで、入場券ゲットしました。あ、セイラちゃんの写真集だ。え、あ、サイン入りですよ本当だ、サイン入ってます。本当だ、ちょっと番組が違う感じ、番組が違う感じで、こう、まあ、今昼間だからいいけどねあ、おお、うわ、すでこ、え、でこ、おお、来た。でもなんかさ、マネキンが多すぎてなんかわかんないんだよ。オルメク人頭像レプリカ。あ、人頭像だ。メキシコ。あるんでしょうね、メキシコにこういうのが。あの実際あってこれはレプリカだってことですね。うーわ、どうしたんですか。ここで気づいちゃってよかったのか分かんないけど、どうしたんですかとんでもなくでかいのがあります。とんでもなくでかいでかっ、何メーターぐらいなんだろうねあれ。あ、なんか怖いんだよでなんか目に刺さってんじゃん、目に入っちゃってんのよこれ下から見上げるともっとでかいっすね。いや、でかいよこれ本当に。地球外生命体ありますよ。地球外生命体ミイラ展。お、お、これは竜。え、すごくない？そう。宮田くん好きじゃんこれ。いや、大好きです。あ、でもさ、これ見て。西暦2365年発見した有機生命体であるっていうことなので、未来ですね。さあ、ということでね、栗田さん、ここからは。洞窟にね潜入してまいりたいなと思ってますよ。ヘルメットなくて大丈夫ですか本当はあった方がいいかもしれない。終わりました終わりました。ピラミッドのさ、ちょっとミニチュアですよ。あ、クフ王の
フンも。いや、エジプト行きてー。エジプト行ってみたいですね。なんかこういうミニチュアもちょっとテンション上がるよね、うん、これは民族的な、ちょっとかわいい。カメラマンステージ写真撮っときますか。じゃあせっかくなんで。はい、8。こちら洋平の10万ボルト TV。 はい、大仏殿のエリア終わりました。もう結構お腹いっぱいなんですけど、続いては、こっち幻神社っていうエリアにちょっと行きたいなと思ってまして、こちらなんですけどね。すごいな、うわすごいぞここ。めちゃくちゃな量ですよ。うわすごいな、怖っ、怖っ。これは怖い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 。なんかめちゃくちゃめちゃくちゃいろんな人形に囲まれてる。うわなんかすごい、何ですかこれ。すごくないですかこれ、マジで。うわめっちゃいる、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 怖っ。めっちゃいる。あらま、ちょっとこれは、あら、子供は、見れない、ちょっとみたいなね。あのところでございます。さあ満金堂、はい、ということでね、気を取り直しまして、はい、うわこれ。まあただ売ってるものがちょっとすごいんだよな。あでもすごいねこれ、あマジの水だ。ほら水に使ってるから、あ本当だ、錆びついてる。あさあこちらの後ろをご覧ください。うっし、うつ、うつ、びっくりした。優しい眼差し。竹に刺さっちゃってる。音量寺、多分ここから入ってそこから出てくると思うんだけど、ちょ嫌です。うわ怖え、やだな俺。ちょっともうそんなつもりじゃないんだけどな今日。うわ気持ち悪い。うん、びっくりした、びっくりした、天井から顔が出てきてる。うわびっくりした。わわ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 、なんかもうめっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、うわめっちゃいるここ。ああさあ館長がお出迎え。館長きついよ。なんかちょっとあのお腹痛くなってきた。落合陽平の10万ボルト TV。 ここに行きたいと、この幻博覧会に行きたいと思ったきっかけ、こちらです。夢かうつつか幻か、夢かうつつか幻か、一度でいいから言ってみたい。うわーこれは最高じゃないですかこれ。なんかこれぞ幻博覧会みたいな、 ありますねこちらにもね。夢かうつつか幻か、幻博覧会。はい、お邪魔します。わこれまたすごいね。だここが多分昭和館、昭和の街並みみたいな感じなので、多分だからその当時にあったチラシとか看板とか、昭和の銀座です。えっ、わめっちゃいいこれ。うわちょっと動いてるもん、人間も。ほらよく見たら、本当だ、すごくない。え、これめっちゃ欲しい。え、16ギガなんで、まあ、じゃあ音声だけちょっといただいていいですか。そうですね、あのじゃあ音声だけ。あーなるほど、あすごい、あすごい、なんか目が覚めましたね。じゃあじゃあ見て、宮田くんが消えたと思ったら入ってましたよ、一人で入ってきました。すごかったです。あ、学校だ。あ、これがだから保健室の先生ですよ。はい、はい、で見てください、その下。何かがいます。むちゃくちゃ怖いです。すごいですよね。ちょっと待ってくれよと。うわー死角だった、完全に死角でしたね。
いい学校の風景だななんて思ってたら、もう一人ね、異端児がいました。すごい、すごい、すごい。あの、え、お、銭湯、銭湯。なんだろうね。でっかい桃が置いてますね。だから、桶の中に、お尻単体が入ってる。お尻だけ入ってる。にわかに信じがたいんですよ。幻玩具店。うわー素敵。これは素敵。マジで入れるんなら入りたい。いやーすごいな。いやーいいですね。マニアにはたまんないですよね。いやたまんないでしょうね。あ、ここにもなんか願いがいっぱい書いてありますね、いろんな方の。うん、はい。いやでもね、全国からいらっしゃるっていう話ですからね。うわー、わお、わお、これはすごい。え、これリアルな。お、宮田くん、宮田くん、はい、未確認生物博覧会。うわ、来た、来ましたよ。宮田くんはあの未確認生物とか大好きらしいので。え、なになになに、イザナミ？イザ神やん。いや、ここまで結構歩いたけどね。広い、広い、本当に広い。ありました、ジャポニズムの極地、幻島。うわ、広い。うわー、すげー、広い、広い、広い。なんか島といえば島に見える。なんか本当にちょっと別の世界に来たような感覚になるね、うん。おじさん、おじさん、おじさんの森。落合さん、これ隠れてても分かんないんじゃないですか。そんな顔でかくねえよ。落合陽平の10万ボルト TV メルヘンランドに、はい、皆様をご案内いたします。こちらでございます。なんか音楽流れてる、メルヘンの。あ、メルヘンですね。確かにメルヘンですね、これは。もうなんか覗いきまんみたいな。うわ、なんかすごいけど。うわ、メルヘンだな。メルヘンなのかもわかんないけどね。なるほどね。こうなってる。そういうことだね。さっき外から見た中がこうなってる。あ、これが、うわー、またこれもすごい。これおばあちゃんの部屋っていう感じですね。あ、おばあちゃんの部屋。おばあちゃんの部屋。まだおばあちゃん家にあったものを寄贈したということですね。そういうことですね。ちょっとやっぱり、あ、やっぱおばあちゃんだったんだろうなってわかるんですけど、わかる品があって、あのペヨンジュンですよ。やっぱりおばあちゃんの部屋だったんでしょうか。ペヨンジュン。それでは最後、大英地博物館に行きたいと思います。ラストミステリー、不思議発見。うわー、どういうこと。うわ、びっくりした。これまたちょっとすごいのか。あ、こういうのも集めたら楽しそうだね。あー、喫茶店のね、マッチね、マッチ箱コレクション、あのスナックとかね、うん。さあ、結構しっかり見ました。そうだね、一応これで全部回ったはずです。いやー、じゃあ下で振り返りますか。いや、そうだね、これ下に戻るのも結構大変だからね。そうなんですよ。マジっすか、いただけるんすか。多分ファッションの最先端のことです。すげえ。うわ、やっ、落合さん、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。落合陽平の10万ボルト TV。 いや、むちゃくちゃ楽しかった。あの、本当に想像、楽しいだろうなと思っていましたけど、もうその何倍も楽しかった。まず広い、
むちゃくちゃでかいです。だから本当はプライベートでもう一回来てじっくり楽しみたい。いかがでしたか？想像以上でしたね。あの最初から最後までなんか飽きずに見れる。本当これプライベートで来たら多分倍の時間ぐらいかけてゆっくり見ちゃうかな。それぐらい衝撃的でした。おすすめはやっぱり大仏ですね。あそこはもう本当悪夢見てるみたいな。でも本当に冒険心くすぐられるんでおすすめです。あの大量の剥製が、動物の剥製があったところ、あれはねちょっとここ数年で一番ゾクッとしたかもしれない。あの頭がねちょっと混乱するようなものがたくさんあって、でも、まあ、どれ見ても飽きない。今まで見たことないようなものしかないので、そういう意味で言うとね、なんかいい刺激になると思うし楽しいと思います。ぜひ来ていただきたいですね。ここはそれでは次回の10万ボルト TV もお楽しみに。もしここに来たらこれも買ってね。喫茶店のナポリタン第2弾となっております。お、ナポリタン、ナポリタンです。第2弾浅草で。 ありがとうございます。エビ、本当誕生日パーティー。隊長会長そんなふりをしていつも酔って愛を繰り返して、解雇ライフは懸念に乗って誰も